川中島の原早都政、原正種は、戦国時代の武将、甲斐、武田氏の家臣、武田二十四将の一人、原正都氏の着男として生まれる。正都氏、正種の原氏は、美濃時氏の初流と言われ、武田家中には、足軽大将の原虎種がいるが、虎種は、千葉市一族の原氏の羊で別系統であるという。紅葉軍艦によれば、 天文19年に家督を継ぎ、神馬奉行を務め120機を指揮したという。所見文書は、工事2年11月で、品の信仰における、海州小池氏の下稲出陣に際した証文に、名が見られ、信玄側近として、主因上奏者として、名前が確認される。A64 年の西上の信仰においては、後部正氏や曽根虎長、土山札蔵と共に、 上野国衆への取り継ぎを務めており、正都氏は、和ず宮関前神社や高山市、大伐氏、市、高田氏らの取り継ぎを担当しており、A60 年の下野号起承文においては、上野国衆からの起承文を担当している。駿河信仰において、A62 年7月、今川方の富士市が老城する大宮城は開城した。正種は、市川正房と共に、 富士山本宮浅間大社や静岡浅間神社などの自社支配を行っており、また大宮城周辺の支配に関わっていたため、大宮城の城代を務めていた可能性を指摘するものもある。ほか、朝比奈信沖や松井宗恒との取り次ぎも務めている。ほか、海の国内の豪村に対する所役免許や、軍役動員などの主院上では、山形正影と共に名前が見られ、 総論の再挙状など、訴訟会計文書において、名前が見られる。時期、経緯は不明であるが一時期失脚し、元気元年以降、元気三年以前に、法上過信で、薄い原始期の関総兵庫助が仲介し、謝免されたという、天正三年の長篠の戦いにおいて戦死。ありがとうございます。